はい、ドンピアです。今日はですね、山梨県大月市にありますかがり火キャンプテラスというところに来ておりまして、大月インターから10分15分ぐらいのところにあって、とてもアクセスがいいです。常設テント型専用キャンプ場みたいな感じになってまして、小ぶりのねキャンプ場にはなるんですけど、このロケーションなんですよね。めちゃめちゃ透明度の高い川沿いにあるキャンプ場で、川の音を聞きながらキャンプすることができると。自分たちが持ってるテントを設営するスペースがないんですよ。テント持ってない方とか、雨の日とか、ちょっとテントを汚したくないな、設営ティッシュ大変だなという時とかはいいんじゃないかなと思いました。で、場内なんですけど、入り口入るとこんな感じになってまして、で、ここでまあ受付みたいな感じですね。で、奥が常設テント型の手ぶらキャンプのプランが利用できるスペースですね。5組ですね。で、こっちが1組。こっちはね、テントだけ設営されてるという感じ。基本的にはテントとタープだけ、椅子とかはレンタルしてくださいっていう感じで、あっちはもう全部ついてます。テーブルとかね。レンタル品こんな感じ。なってまして、こんな感じですね。はい、売ってるものこんな感じですね。で、近くに徒歩2、3分ぐらいのところに旅館があるみたいなんですけど、あっちのプラン利用の方はそこが無料で利用できるということでした。はい、では早速行きたいと思います。よいしょ。スノーピークのタープとテントが張ってありますね。サイズ感的には、椅子が2つついてますね。こんな感じで。ここはなんか寝袋とかそういうものついてないんで、レンタル必要かなと思ってない方はね。まあ、3、4人は寝れるような感じじゃないでしょうか。こんな感じですね。はい。景色はこんな感じですね。秋になると少しまたね、色づいてくるんじゃないかなと思いますけど、こんな感じの景観です。夏とかはこうテントサウナとかのレンタルもやってるみたいなんで、川沿いでテントサウナをオプションつけて楽しむこともできると。このね、川の音が入ってくるっていうのがとてもいいですね。白州の方にもね、このキャンプ場あって、そっちはオートサイト専用ということでね、そっちも今度見に行きたいと思ってるんで、またご紹介します。こんな感じ。景色がやっぱいいっすよね。こんな感じで、まあ、中もね、全然撮ってくださいってことだったんで見ていきたいなと思います。こっちはもうね、全部揃ってます。揃ってるんで手ぶらで行けます。手ぶらキャンプというぐらいなので、ちょっと崖っぽくなってるんで、こう柵がね、安全面でありますけど、こんな感じで、すごい透明度の高い川が流れてるんですね。なんで、かなり癒されます。こういう調理器具とか、そういったものは全部あるので、手ぶらで利用することができると。なんかこんな感じになってます。かなり広いですね。大人が6人ぐらいまでは寝れるんじゃないかなと思います。中に冷蔵庫がついてますね。なんで。しかも、あれ、どちらかというともうほんと初心者の方にはいいんじゃないかなと。キャンプ始めようと思ってるけど、テントを持ってないと。厳密には持ってるけども、一緒に行く人が持ってないとか、そういうシーンって結構あるかなと思ってて、例えばインスタをこう上げてるとね、キャンプいいなみたいな、行きたいみたいな、連れてってよみたいな、なるんですけど、自分しかキャンプギア持ってないみたいな、そういうことね、あるあるだと思うんですけど、そういう時にキャンプに興味を持ってもらう手前にね、こういったとこで一回挟んでやるととてもいいんじゃないかなと思います。外に冷蔵庫ついてるとこもありますね。で、ここはスノーピークのプランなんで、テーブルもスノーピークだし、これも僕もね、買って持ってます。焚き火台、これ M かな ?M と、そのごとくみたいなのがついてますね。スノーピークを楽しめる際、って感じかな。で、こっち、最後、ウッドデッキがあるとこなんですけど、こっちもちょっと見ていきたいと思います。この前にトイレを見ていきたいと思います。ああ、こんな感じで綺麗で、ウォシュレット付きですね。便座もあったかいタイプかな。はい。とても綺麗でした。こっちが、ウッドデッキの小川のテントとターププランかな。で、冷蔵庫は外についてて、中も
中もさっきと広さは同じだと思うんですけど、とても広々という感じ。大人5、6人は寝れるかなと思います。はい。はい。で、こっから川に行けるんですよ。なんで川行ってちょっと乾燥したいなと思います。その前に炊事場、ここ炊事場あります。こんな感じ。めちゃめちゃ綺麗な川のこの水を引いてるらしいんですけど、飲み水とか気になる方いらっしゃると思うんで、その方は受付でチェックイン時にね、もらえるみたいなんで、水をね、それを利用されるといいかなと思います。うわ、すごい綺麗だな。ちょっと見てみましょう。うお、すげえ。ジブリだ。こんな感じです。とても綺麗です。伝わるといいですけど。ということで今一周してきました。感想なんですけど、テント持ってない方とか、キャンプに興味あるけどまだ行ったことない方、そういった方にはいいんじゃないかなと思いました。あとは雨の日とかね、テントとかギアを汚れない、こういったキャンプの一つ方法かなと思うんで、ありかなと思います。アクセスがいいんでね、またちょっと来たいなと思います。以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。